チャンネルインクルちゃんの時間です。お仕事頑張ってるか、ミシコです。ふわふわしてますか、ミサコです。皆さんいかがお過ごしですか。私は今仙台市太白区長町に来ています。そしてね、今日は街歩き、あ、そうだそうだ、またねということでね、今日は長町の街歩き第2回でしたが、いかがでした。楽しかった。どこ回ったの。たこやくしっていう、まあなんていうんですか、そこは観音様がいるとこね。はい。それからあとは、あと菓子工房セレブレセレブレね、美味しそうなケーキが並んでいましたね。はい、流れ あったね、あとは、カフェジョジョ、カフェジョジョ、どうでした。すごい、仲間が働いてましたね。仲間が働いてましたね。それから、赤井沢文具屋さんですね。はい、いっぱいあったね。ペンとか、ペット、いろいろありました。紙も、まあ、今となってはね、少ない文具屋さんですが、やはりこう専門性を生かしてね、非常に生活雑貨なんかもね置いてあるっていう。で、実はね、あともう一箇所行ったんですけど、覚えてませんか。長町電鉄線路跡。ディープだね。もうね、今となっては誰も知らない、ここに線路があったっていうね、不思議な袋小路をみんなで見ましたが、ちょっとみちかさんピンときてなかったよね。そもそも鉄道とか興味ないしね。歴史にもあんま興味ない。興味があるのはもちろんあの人。JR 駅で駅長さんから、駅長さんいなかったけどね、ゲットしてきましたね。ゲットしてきたね。はい、平成ジャンプの、平成ジャンプ、あれ宮城県のなんかになってんだっけ。さあ、ディスティネーションキャンペーンかなんかね。ね、平成ジャンプのキャンペーン、キャンペーンに参加してくれています。ます。ということでね、これから、まあ9月10月に向かって企画を作っていくんですが、なんかピンときたお店とかアイデアあります。トイレ、はい、わかりました。はい、なんか喋って。今日は皆さんで、楽しかったですね。皆さんでまた地下鉄に乗ってお出かけができ、できました、はい、楽しかったです。先週の街歩きはお休みしてしまったんですが、今日はみんなと一緒に長町を散歩できて楽しかったです。タカピーです。先週は置いてかれました。今回はちゃんと来れました。楽しいです。楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。どうだった、楽しかった。楽しかったです。あら、ピッタリ。あ、ピッタリ。あの、アイドルイクル長、お願いします。日曜日です。7月の8です。8ね、よろしくお願いします。突然ここでビスターリの菊田さんが登場しましたね。はい、そうです。7月8日ビスターリ10周年のステージに出る人、はい、ね、皆さん頑張ってくださいね。はい、菊田さんから一言いただきます。はい、大丈夫です。皆さんよろしくお願いします。楽しいステージをね、はい、頑張ります。あとほら、ビスターリのスタッフの皆さんからもらったあれを読み上げないとね、はい、え今日の街歩きはいかがでしたか。先週はお休みしてしまって、元から休みだったんですけど、行けなかったので、金曜日ね、水曜日が雨だったんで金曜日にしました。でゆかさんはね、金曜日お休みの日なので、行けなかった。あの橋姫見られませんでしたね。そうですね。でもさ、娘が埋められてる人柱とかね、まあ見なくてもいいかもしれません。そうですね。今日回ったところでは何か印象に残ったところありますか。
者、うん、たこ焼き師。はい。タコ好きなの？タコ好きっていうかお刺身でタコとか。タコのお刺身が好きと。好きです。たこ焼きも好きだし。いいね。そうだ、大阪で大きな地震がありましたね。そうですね。我々同じ地震を共有経験したものとして、何かね、一緒にこう応援というか応援の気持ちを伝えたいですね。あの、はい、歌で応援の気持ちを伝えたらなって思います。うんうん、もしかして平成ジャンプって関西系だっけ？平成ジャンプばー、うん、患者に、患者に、患者にエイトだよ。患者にエイトは大丈夫だったの？地震。地震？地震あったじゃん、大阪で。うん、大丈夫だったかもしれない。でも、うん、3人死んだ、死亡しましたよね。3人死んじゃったよね。ねえ、本当に地震って恐ろしいですね。怖いだー。恐ろしい。悲しいって言ってて。悲しいね。悲しいね。確かに、自然災害を人は避けることはできません。あと、しかし、はい、あともね、今いいこと言おうとしたんだけど、ちょっとだけあれ、もう一つあるんですけど、はいはい、どうぞ。あの小学校のプールがあって、うんうん、幼稚園だっけ、うん、小学校のプールがの、うんうん、そこに挟まれて死んじゃったんだけど、うん、そしてお母さん来てたんだよね、うん、見に、うんうん、そしてね、悲しかったんだって、まあ、怖いよ、うん、やっぱりね、人はまあいいか、まあいいか、ということでね、うん、まあいろんなところを見てきましたが、なんか新しい、松井君、今日街歩きの中で一番印象に残ったところとかありますか？やっぱり JR の長町駅ですかね。長町駅行ってきましたね、はい、駅長さんは不在でしたが、はい、うん、かつてのね JR の駅の絵を赤井沢さんに、小野寺純一さんという画家に描いてもらってね、展示してましたが、今新しい駅になってますけどね、古い駅とかいろいろあって JR の駅の変遷もありますね。松根さんは古い長町駅とか興味ありますか？興味ないですね。深いです。あのね、駅長室にはね古い長町駅の、あの絵があったよ。へー、じゃあ行きます。うん、行きたいね。行きたいです。行きたいですね。うん、あと秋保電鉄の線路の跡、まあ線路はもうないんですけど、線路の跡地が袋小路の道路として残っていて、今は駐車場になっている。この事実どうでした？そうだったですね。感動です。高橋さん感動してるよ。感動だーって。まあ松根くんは通り過ぎる電車が好きなんだよね。はい、まあ乗る電車も好きなんですけどね、失礼者も好きなんですね。ということでね、まあかつての線路跡なんてどうでもいいやと。いや、どうでもいいとかじゃなくて、いいよズバッと言って。今度一人で電車乗って長町まで来てみるかな。いいね。長町はね、まあ、交通の要衝というか、いろんな電車がね、集まってるとこなんだよね。ああ、そうですか。うん、地下鉄だけじゃなく、地下鉄と JR、JR もさ、常磐線も走ってれば、東北本線、あと仙台空間、アクセス線ね、ね、うん、まあ、全部同じに見えますけどね、片目には。そうですね。あとかつてはね、ここは実はね、東北最大の操車場っていうのがあったんだって。ああ、そうなんですか。知らない？あのほら、こうなんか、なんかあと今アスト長町と言われてるところは、鉄道の貨物ヤードがあったところなんですよね。ああ、貨物、うん、ここはね、東日本でもう最大の、まあ、鉄道の基地ですよ、要するに。ああ、そうなんですか。うん、まあ、そういう場所柄なんですよ。あ、うん、あとほら路面電車も走ってたんだよね。路面電車ですか。そのね、駅の、ターミナルがここだった。あと秋保電鉄も走ってたということでね、もう鉄道の街ですよ。そうなんですか。もう君の街ですよ。おお、俺だけの街ね。なんかそういったところをね表現できるといいんじゃないかな。ああ、いいですね。
タカピーさんは今日行ったところで一番印象に残ったのはどこですか？たこ焼き市と、あの線路跡、うん、今日は怒られませんでしたね。うん、今日は大丈夫だったね。でも怒られなかったな。いつもね、あの試着の置き方が違うと言って怒られますが、昔、うん、渡辺さん行った時ですね。そうですね。今日は元気なかったですね。今日は大丈夫だった。いや、今日はね、奇襲攻撃かけたから。あ、神社の裏西参道から入りましたから、はい、多分ね、分かってなかった。分かってなかった。突然我々が現れたから注意できなかった。注意できなかった。なるほど、作戦勝ちだ。あとそもそも手洗わなかったし、洗ってなかったし、洗ってなかったですね。ということでね、どうします、ね、今日はちょっとね、社務所の方とコミュニケーションもうちょっとやっぱり、ね、まあ怒られないなら怒られないで、またちょっと物足りないよね。そうだね、次回はもう一回ちょっと被写をね、次回これた方がいいですね。次回もうちょっと被写使ってね、剣もたまらせてやってみましょうか。もう一回、ね、ということで、また9月に向けて頑張っていきましょう、はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。遊びなんて誰もしない。テレビゲームばっかり売れるようになって、店の一角駄菓子屋にした。カップ麺にはお湯入れてあげて、それがだんだん人気になった。20年前ご主人亡くなって店閉めよう。